血管申請は既存の血管から新たな血管枝が分岐して血管網を構築する生理的現象である。講義では肺形成期において新たに血管が作られる脈管形成も含めて血管申請と呼ぶが厳密にはこれらは区別される。総称治癒の過程では血管申請が生じることが知られているほか 血管申請は慢性炎症や悪性腫瘍の進展においても重要な役割を担っている。血管目細胞から分化した血管内皮細胞は新しい血管の形成に関与する。この血管形成の初期の過程が脈管形成である。一方、既存の血管から新たな血管が出がして血管網が再構築される過程を血管申請と呼ぶ。 血管申請の過程はいくつかのステージに分けられる。血管申請を促進する作用を持った増殖因子である血管内皮増殖因子は癌細胞などにより産生されることが知られている。VEGF は内皮細胞細胞膜上に発現している血管内皮細胞増殖因子受容体に結合し、この受容体の刺激により活性化された内皮細胞は タンパク質分解酵素の一種である、マトリックスメタロプロテアーゼを放出する。MMP は、血管の基底膜及び細胞外マトリックスを分解し、血管透過性を更新させる。さらに、内皮細胞の細胞外マトリックスへの郵送及び、増殖により新しく直鎖状の血管が作られ、その周囲は、平な目筋、細胞や血管壁細胞により支持されて安定した。 血管となる。正常酸素圧では、皮膚マイナス 1α は水酸化を受けることにより、ユビキチン化酵素である PEVHL により認識され、プロテアソーム依存的な分解を受ける。一方、低酸素化では、皮膚マイナス 1α の分解は生じない。皮膚マイナス 1α は、核内移行した後に転写因子として働き、VEGF 等の遺伝子の転写活性化を引き起こす。 内皮細胞は非常に寿命が長い細胞であり、生体において内皮細胞の細胞分裂はほとんど生じないが一部の生理的現象において血管申請を生じる場合がある。具体的には早治癒の過程や子宮内膜等が挙げられる。癌の進展はイニシエーション、プロモーション、プログレッションの過程を経て行われる。これらのうちプログレッションの段階に 血管申請が関与している。癌の病巣の特徴として、栄養不足、細胞外の低 pH そして血流が不足することによる酸素不足状態が挙げられる。癌細胞はこのハードな条件下において新たに血管網を形成することにより、病巣への血流を増加し、低酸素状態を脱しようとする。血流の増加は転移経路の確保にもつながっている。 低酸素条件下においては、転写因子である、低酸素誘導因子マイナス 1α が働き、主治の遺伝子の転写を更新させる。皮膚マイナス 1α は正常酸素圧下でも酸性は、されるが、タンパク質分解酵素であるプロテアソームにより、分解されてしまうため機能しない。皮膚マイナス 1α は、細胞核内へ移行すると、皮膚マイナス 1β と結合する。 皮膚マイナス1アルファのアスプ8 0 3残機は、ヒストンアセチル基転移酵素活性を持った分子複合体 CBP-P300 を DNA 上のプロモーター領域である低酸相当性領域へ運搬し、目的遺伝子の転写を促進する。VGF も皮膚マイナス1アルファによって酸性が促進される分子の一つであり、血管申請の過程に関与する。また、 慢性炎症は発癌のリスク要因であり、炎症に関与する転写因子 n f カッパ b の活性化を介して、VEGF の酸性を更新させる。インターフェロン及びインターロイキンマイナス4は、FGF の酸性を抑制することにより、内皮細胞の誘層、増殖を阻害する作用を持つ。また、P53 や10などのがん抑制遺伝子は、血管申請を負に制御している。 さらに、MMP 阻害薬、VEGF 受容体阻害薬及び、PDGF 受容体阻害薬などの薬物や、可用性 VEGF 受容体は、血管申請阻害作用を示す。サリドマエドが奇形を引き起こすのは、胎児の手足の末端の血管申請が阻害されて、十分に成長しないためである。この作用から抗がん剤としての利用が試みられ、 日本においては2008年に多発性骨髄腫の治療薬として承認されている。ありがとうございます。